どうもこんばんは、達也です。スリーピングゲーム第2弾ということで、新しくゲームを始めてみようと思うのですが、今回からはバックトゥーベッドというこのゲームをねやってみたいと思っています。名前の通りですね、バックトゥーベッド、ベッドに戻れって感じで、まあ眠るにはうってつけじゃないかなと思うんですけど、なんかまだほとんどこのゲーム触ってないんですけど、軽く説明すると、なんかこの今真ん中に歩いてる人がボブさんっていう方らしくて、無遊病なんですって。で、だからその無遊病のボブさんをベッドに戻すのが、今日からの僕の仕事になるんですが、なんかね不思議なゲームみたいで、なんかねほら今真ん中になんか変なやつ走ってるでしょ、あれを僕が操るんですよね。まあまあちょっとやっていけばわかると思うので、早速、始めてみたいと思います。皆さんこれ見ながら眠りについていただければいいかなと思います。はい、よいしょ、1からいきましょう。ああ、いいですね、なんかこういう雰囲気すごい好きです僕は。ボブさんすごい幸せそうに歩いてますね。ていうか右のあいつは一体本当何なんでしょうね。ボブが安全にベッドに行きまし行きましって、左スティックを使用して移動と。ちょっとここだ、この一番最初のここだけは触ってみたんですけど、なんかね本当にこいつ動かして、この謎の生き物ね動かしてボブさんをまあ助けるんですよ。でこのなんかこれを、これなんかリンゴあるじゃないですか、青リンゴかな、これこれをこう、あ違うな、こうか、これで持ってこう置けるんですよね、こう好きなところに。でなんかこう置けるんですよ、でこれ持ってって、そうするとこうボブさん、こうボブさんこれ歩いてくるんですよ。でボブさんこれほっといたら無遊病なんで、あーボブさんって感じで落ちちゃうんですよね、ボブさん。このリンゴで止めないといけないんですけど、こうやって置いちゃうと、またボブさんまたこれ違うとこ、違う、こうってな、こう、そう、こうなっちゃって、ボブさん落ちちゃうんで、ボブさんをいい感じにこう、誘導してあげないといけないんですよね、ベッドに。というゲームらしいです。こういうことですね。はい。これで、あ、いいね、ボブさん。おやすみなさい、ボブさん。ボブさんが、の命がね、あるのは僕のおかげだよ。気づいてね、ボブさん。これ、最後にはね、最後ってどこまで、どれぐらいね、ステージあるのかわかんないですけど。こっからはね、僕もまだやってないんで、あれなんですよ、ここ。リンゴ。はい。はい、来た。はい。ボブさん。無遊病者を時計回りに回す。あ、時計回りにしか回んないんですね、ボブさん。ということは、とりあえずここに置いて、そしたら、ボブさんそっち行くから、取って、ちょっと待って、ここ置いて、はい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 、ボブさん、ちゃう、ボブ、うん、ボブさんごめんね、難しいですね。
僕ね、パズルゲームめっちゃ苦手なんですよ。ちょっとなかなか難しいゲームを選んじゃったなと思うんですが、これここに置いたらいいのかな。あ、違う違う、ここに置いて、あ、そうだね、ここに置くと勝手にボブさん、あ、すごい、ここ正解のパターンですね。ここに置く、あ、だけであれですね。今こいつほっといたらなんか、あの犬座りましたね、今ね。ベッドは大丈夫です。なんかね、日本語訳がちょっとおかしいですけれども、はい、いい感じですね。おやすみボブさん。いいよ、次行っちゃおうか。はいはい、行くよ。おー、なんかいきなり難しそう。ボブさんどっち行くんだろう、これ。ボブさんこう置いて、ボブさんこう、あ、ということはここに置いて、はい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 、ボブさん右曲がる。ボブを起こさないでください。ボブ起きちゃうの？ボブ起きることあんの？はい、先回りして、ここでこう来るでしょ。ベッドどこにあるの？あ、違う。で、こう来て、あ、早送りができるんですね。ちょっと怖いんで早送りはしないですけど、こうしたらもういいんじゃないですか、これ。もう僕の仕事終わりでしょう、これ。はい、ボブさん、おやすみボブさん。いいね、ボブさん見てると。はい、今僕も一緒に寝ましたね。ボブさんすごい気持ちよさそうに寝ますよね。はい、もうステージ3クリアですよ。これすごくいい感じじゃないですか。はい、ステージ4。ん？まずリンゴ、リンゴ、リンゴ。階段は見えているようなものではありません。どういうこと？あ、あ、あ、はいはい、そういうことができるんですね。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、うんうんうん。どっち？ここ、あ、違う違う違う。え？あ、ボブさんそこで回ってるね。ということはどうしたらいいの？え？右に曲がるから。ん？こうか。こうして。いいですね。あの上の時計がいいですね。ダラーンってなって、あれ誰だっけ、ダリ、ダリっぽいですね。ダリ、ダリだったっけ、あれ書いたの。はい、ボブさんおやすみ。はい、もうステージ4クリアですよ。はい、次どんどん行きましょう。おー、いいね、帽子飛んでるね。はい、リンゴ、リンゴ、リンゴ取って。これ上も、あ、上はいけないな。とりあえずここで、ボブさんそこで回転していただいて、で、こうして、ん？こうして、で、こうか。はい。はい、どうも。はい、おやすみボブさん。いいですね、調子いいですね。このままどん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 クリアしていっちゃうんじゃないですか、これ。はい、リンゴ、リンゴ。アップルは帽子です。どういうこと？アップルは帽子です。こう来るから、こう来て、はい、こう来て、
違う、ちょっと待って、あ、違う、ちょっと待って、こうして、こう、あ、違うな、ちょっと待って、ん、こうして、どうしたらいいんだ、こう、え、違うね、こうして、ひっかえったらそこして、いや違う、こう、ちょっと待って、難しい。え、ボブー、ごめんボブ、ん、どうしたらいい、こう来て、ボブさんこう来るでしょ、あ、ここで、ここで返せばいいのか、こうしてすぐ取って、すぐ取って、これを帰ったらすぐ取って、ここに置くと、あ、これで、はい、こうなって、で、こうして、あ、これでいいんじゃないですか、もう僕の仕事終わりですね、はい、おやすみ、ボブさん。いい夢見ろよ。Go to bed。あ、back to bed だったっけ。back to bed ですね。Go to bed じゃないですよ。はい。ベッド近くないですか、ベッド。すごい、この鏡。あ、え、びっくりした、あ、それはボブさんということは、それボブさんこうですね、ボブさん、ボブさんこれでそこに入っていただいて、びっくりした今、はい、瞬、ボブさん瞬間移動、そしてこうですね、あー賢い、この犬賢い、はい、はい、おやすみなさい。もうステージ忘れちゃった。ステージ何ですかね、今ね。7、8ぐらいいったんじゃないですか。どんどんいきますよ。お、リンゴいっぱいある。これ取って。ちょっと待って、これ取って。で先回りすればいいんだね。こうしてこうか。おう、まあまあまあ、これぐらいはね、サクッとできちゃいますよね。はい、くるりんくるりん。はい、おやすみなさい。はい、ですね、いい寝方ですね、仲いいですね君たちね。はい、サクッと次行っちゃいましょう。お、何ですか、何があったんですか今、ちょっと難しくなったりしました、もしかして。はい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 、え、ちょっと待って、こう、あ、ん、はいはいはい、これでこう変えて、あっちに行って、でこうでいいのかな、リンゴもう一個あるね、あ、これでもういけたんじゃない、すごい、右上のあの目がずっとボブさんを見てる、はい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 、1、2と、いいね、おやすみ。
はい、ということで今日は初回なので、どれぐらいね、このボリュームが、このゲームのボリュームが分かんないんですけどね、ステージ何まであるのかあれなんですけど、今日はこの辺で終わっておきたいと思います。ね、これはちょっと眠くなりそうですよね。いい感じですね。やってる僕はめっちゃ眠くなりそうですけど、はい、ということで、今日からバックトゥーベッドやっていきます。第1回目でした。はい、ありがとうございました。それではおやすみなさい。